高校時代で好きな人ってできたりしましたか？ね、恋愛体質じゃないんかな。なんかめっちゃ少女漫画とか恋愛ドラマとかめっちゃ好きだし、めっちゃキュンキュンするのに、気づいたらもう3年間終わってて恋愛なんかもう全くなかった。っていうかなんかそのタイミングって大事やん、恋愛って。なんかこれからダンス頑張ろうっていうイベントとかあったり仕事とかあったりして、なんかそっちに集中したいってなった時に、あのそういうことがあったりしても、もうタイミング悪いみたいな。コナちゃん結婚願望あります？めっちゃある。なんか人生計画を話をすると初めて言うんですけど、あのまあ彼氏いないです、今いないけど、今18歳で21歳くらいで、20代前半で結婚したいんです、私で。あの若いママになりたい。人生計画で言うと21歳で結婚をして、22歳で子供を産んで、でまあその3年後4年後くらいにもう一人産みたいで、子供は一人目は男の子で、2人目が女の子で、できればそのお兄ちゃんはシスコンにして、シスコンの子がいいっていう。めっちゃ顔もちゃんと大事、顔も大事、性格も大事だけど、顔は性格って言ったら性格の方が大事だけど、でも顔も大事。